試験飛行する Y1 バイトから9ボーイング Y1 バイトから9とは1931年にアメリカ合衆国の航空機メーカーのボーイング社がアメリカ陸軍航空隊向けに開発した低翼対応かつ全金属による最初の爆撃機である。正式採用された場合には B-9 となるはずであったがマーチン社の B-10 の方が採用されたため 試作機7機が製造されただけで量産されなかった。ボーイング社が郵便輸送機として開発していたモデル200を基本にして拡大した設計で機体は大型化し創発となった。ボーイング社内名称はモデル215、モデル214及びモデル246。アメリカ陸軍航空隊の爆撃機として初めての全金属製単用機であり、 当時の追撃機に匹敵する高速を発揮したが、一方で、開放式のコックピットに搭乗員がそれぞれは慣れて、座る形をとっているなど古い時代の特徴も備えていた。試作名称、XB-901 として1930年から開発が開始された。最初の試作機である、 YB-9 が初飛行したのは1931年4月29日で、この時の最高速度は時速 262km であった。また2号機ではカーチス社の水冷エンジンを搭載したが、これは1920年代の B- 2コンドル爆撃機を除けばアメリカの正式化された爆撃機に用いられたことはなかった。時速は向上したが、 通常の空冷エンジンよりも信頼性に欠けるとされ、敵機からの攻撃に弱いとされた。また改良型の Y1 バイトから QA では、エンジンが強化され、ボーイング247に類似した、方向だが装備されるなどの改良が行われていた。また引き込み式主客が採用されていた。1931年9月には、陸軍から発注された。 しかしマーチン社の B-10 の方が高性能で、あるとして正式採用されたため、Y1 バイトから Q は量産されず7機が製造されただけで1934年に退役した。なお現在では保存されている機体はない。ありがとうございます。